僕はですね、ぴょこたんという名前でね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。じゃあ人狼今からやりますんで、まあ人狼僕やらない手はないんで、はっきり言うと、まあ別にもったいつけてるつもりじゃなくてね、人狼をやらない理由が僕にはないんだよ。だって人狼別にさ、多少ニーズがあるわけじゃん、現状ね。で、僕もこんなに簡単にただゲームやるだけでですね、動画コンテンツが、僕の蓄積したコンテンツホルダーとしての動画コンテンツを出力できて、長い時間見てくれる人もいるわけだし、こんなにウィンウィン、全員がウィンなことってないじゃん。そして皆さんまだ人狼を勉強したての時かもしんないから、僕の立ち回りとか、人狼っていうのは基本何が面白いかって言ったら、ゲーム自体ははっきり言うよ。これ、はっきり今、じゃあ断言しておくよ。ゲームとしてはクソゲーだわ、人狼って。だって、そのセオリーだとか、やり方を全員こだわって、全員がロボットで AI でやったとしたら、何にも面白くないんだから。じゃあ人狼何が面白いかって教えてあげるよ。いろんな人間がいて、頭の悪いやつがいて、自己主張の強いやつがいて、で、出会い中のバカがいて、で、そういういろんな人間がいるところで、この一つの題材ね、テーマトークみたいな感じでポイッと人狼っていうそのルールを投げた時に化学反応が生まれるから面白いんだよ。だからまあ現状のね、人狼殺はね、クソ人間ばっかり、嵐ばっかりだけど、まあしょうがない。じゃあそういうわけでね、人狼をね始めていきたいと思いますよ。ぶちのめしてやるからな、全員。金曜の夜の花金にね、こんな時間から人狼やってるやつなんてろくなやついねえんだから。ろくでもねえんだよ。リアルではさ、何にも遊べなくてさ、飲みにも誘われずに直帰してさ、家にで人狼でね、マウント取って大喜びしてるただの戦績中がよ。じゃあ僕の戦績からまず見せます。名前変えたから。ちなみに今の名前はですね、この唯ある砲弾っていうですね、今の名前僕これだから、唯ある砲弾かっこいいでしょ。で32勝26敗で実力183あるからね。まあこんなもんでしょ。初心者局でも行く、とりあえず手始めに。まあ簡単にまずはね、腕鳴らし、久々だから、久々の人狼だから6人で腕鳴らしして、6人だとその初めて見る人が分かりやすいでしょ。1から5番はみんな顔一緒やん。うん、一緒だよ。どうした、気持ち悪いやつばっかだな。おめえなの、はい、よろしくお願いします。だりーな。どうした、雑談部屋ですか。いや、ここはだるくやるゲーム部屋だ。よし、だるくやりましょう。こいつキッズだ。やる気のある人は抜けろ、やる気のない人とやりたいんだ。何こいつ、やる気ねえやつなんていんのかよ。おい、おめえら、いいのは4番と5番と6番と1番。あ、やる気あんのか。やる気ねえけどやるぞ、早くやるぞ。お、4番やる気ないのな。わ、5番と1番はやる気あるのないの、どっち。あります。はぁ、あるのか。おめえうるせえな。なんでだよ、俺やる気ない人とゲームがしたい。ナイス、全くないです、やる気。オッケー。じゃあ、最後6番か。6番、やる気あるのないの、どっち。ありますね。あ、あるの、俺。いや。やる気ない人としかゲームしたくないんだよ。お前、うっとしいな。1番は、早くやれ。やる気あります。あ、ないって言えばいいだろ。じゃあちょっと一人だけやる気ある人いた方が逆に面白くなるから、早くしろ、お前のせいだぞ。6番来たら6番に確認して、ルール説明もペペペって言ってゲームを始めて、うん、こいつ、あ、6番542勝666敗、あれ、そう、はい、6番に一つだけ質問です。天候代わりね、6番やる気あるのないの、どっち。あれに決まってんだろ。もうかっこいいじゃん。かっこいい。いいね。あ、いいじゃん。ちょっと俺やる気ない人としかゲームしたくなかったけど、6番キャラが俺らと正反対だから。あ、1番どっか行って、まあいいか、うん。やる気ある人一人で十分だもんな。な、いいよ。やるぞ。あ、ここ6番以外やる気ないんでよろしく。あ、やる気ないってゲームじゃないよ。その、なんだろう、だるい感じでゲーム。あ、1番。1番です、お願いします。
やる気ないよね、一番は。まあそうですね、やる気はないですね。ああ、よかった。じゃあ、ここのゲームは6番さん以外みんなやる気ないしよということでね。はい。ああ、めんどくさいからちょっとやる気ある6番、俺の代わりにルール説明してくれ。おい、早くしろ。任せとけよ。初日神はなしな。で、裏出しさんは、うん、1周目、コート、2周目からチャットで行って、2日目からもチャットでいいと思うぜ。カリウドは任せるぜ。以上だ。かっこいいな。はい。6番と言うと嫌になっちゃうけど、ゲーム開始ダリーめんどくさ、これこいつはめんどくさ。ダリー、白買っちゃおうかな、めんどくせえな、お前。まもなくおっと、カリウド、カリウド、ちなみにカリウドはこの6人人狼において最重要役職だから、6人の中に2人人狼いますんで、夜が来ました。初日に人狼釣れないと負けるんですよ。いや、大丈夫。カリウドは目を開けてください。誰も守りません。カリウドは守る相手を選んでください。誰も守りません。いや、僕やる気あるよ、言っとくけど、こういうなんつうの、こいつに乗せられてやる気ない感じを出したくないし、別にただ単にさっさとゲームスタートボタンを押させたかっただけなんで。うん、よし、行くぞ。見とけ、占い師アピールしてみようかな。これで占い師アピールして、これ意味ないよな。でも村にとって、あ、ワイプ邪魔なんだ。ちょっと待って、動かせない。今ワイプをちょっと小さい、最初部屋番号バレちゃうからこうちょっと外しといたんだけど。昨夜は誰も死にませんでした。よし、見とけ、二人人狼だからね。6番、おー、来た、やる気のあるやつ。プレイヤーは発言してください。ああ、やる気のない村っていうことで、まあ真面目に考察すると、まあ、村人の人はやる気出してほしいかな。結構ね、うん、俺パッション信じちゃうから、人狼にパッション出されるとね、ちょっと傾いちゃうから、そこら辺かな。で、唯一の村の女の子が俺だけか。女の子じゃねえだろ。やる気のない男子はね、モテないよ、うん、女の子目線。やっぱね、やる気があってね、笑顔が爽やかな男の子、うん、社会に出てもしょ、やっぱね、やる気見せていこうよね、うん、何言ってんだろうってところかな。で、占い師さんは、ほぼほぼ平和村はないと思ってるんで、対抗が出たら対抗の黒さは言わなくていいです。対抗はもう目線黒分かってるんだけど、その人目線いい、あの、相方をどんどん上げてください。相方、うん、もう黒い白い、分からないは分からないから分からないっていうのはなしにしてほしいかな、うん、多少でも黒いなら黒い、白いなら白い、はっきり言ってこう。1番痛いよな、女の子私だけ言ってください。いるか普通。村人だったんですけど、マジでやる気がないっす。正味別に人狼とか釣らなくてもよくないっすか。みんな村人目線、なんか6番さんがなんかハキハキしてない男はモテないぞって言ってたんですけど、なんていうんですか、場に合わせれない男子っていうのもちょっとモテない要素の一つなのかなと思ってます。うん、そこが6番さんの浮いてる理由かな、うん、この村で。はぁ、本当に。まあ、とりあえず占い師が出てきたらしっかり精査していきたいなって思ってます。今のところでもね、以上です。うん、2人絶対占い師が出てくるわけだから。のプレイヤーは発言してください。はい、無言のバカがいました。あー、こいつクソだな、無言くん。無言くん、じゃあこいつ釣ろ。あー、意味ねえなこれ。まさかこれずーっとわざと喋んないんじゃねえだろうな。いやー、時間の無駄だね。音出てないんだよ。あ、出た。はあ、あ、寝てる。あ、寝息が聞こえる。お前そういうのじゃねえからな。寝息が聞こえる。そういうんじゃねえからな、人狼ってな。おい、ゴミども、こっちは金曜日の時間ね、コンテンツホルダーが時間作って待ってんのに、お前のこの50秒無駄になったろ。のプレイヤーは発言してください。ダーリー、
6番から宿題出された俺村人ね、なんかすごい考察しろってね、宿題出されてダーリー、宿題嫌だってチャットで打とうとしたけど、チャット打つのもめんどくさかったからチャット打たなかった。ちょっと6番のそのやる気はどこから来んの、こんな夜遅くに。だるい本当に。で、まあ一応考察あと二十何秒しかないんだけどね。まあじゃあ2番は何も言えなかったから、まあだるいの極みなのかなって思ったんだけど、2番わかんないけど、もしじゃあ、出るとしたら真の占い師は4、5のどちらかってことだよね。まあ2番が占い師だったら出るんじゃないかなってね思っちゃったんだよな。まあ、だるすぎて出なかったっていう線もあるけど、追加できないかな。追加できちゃったよ。コイン2枚あったのかよ。無駄な追加しちゃったよ。ダーリーあと30秒も喋んなきゃいけないの。お前、鬱陶しいな。ダーリーとか言って一番ノリノリでゲームしてんじゃねえか。じゃあ、印象でしょ ?6 番ほんとやる気ありすぎ。いや、マジダーリー、俺追加できないかと思ったらできちゃったんだ。ダーリーな、これ。あと一緒なんでしょ?ダーリー、これ。始まったばっかでしょ?ダーリー、これ。1番は何言ってたんだっけ?ちょっと、だるすぎて寝ちゃってたかも。2番さんはね、何も言わなかったよね。別にね、何も言わないからってね、人狼って疑ってない。みんな色落ちはないよ。4番。はい、プレイヤーは発言してください。ダリーって言いながら、お前が一番やる気出してんじゃねえかよって延長までしてコイン2枚使ってさ、あとは6番の人ね、女の子私だけっておっさんの声で言われても何の反応もできないんで、非常に悲しい空気が出るだけなんで、その自分のアバターをね、女の子に金かけて女の子にして、女の子私だけっておっさんの声で言うのはやめてください。あとね、2番さんみんな気づいてないかもしんないけど、落ちてるわけじゃないからね、寝息が聞こえたから、寝息が聞こえてだるさをアピール、つまりは彼は50秒間ずっと黙りこくって、しかも最後の方は寝息を聞こえるようにふーんってやってたから、彼のだるさが一番極まってるね。で、ちなみに僕なんでもないです、ただの村人なんで、5番さんが占い師で、この村はね、平和村ってことになるんで、とりあえず5番の意見信じていきたいと思って2周目に期待するよ。はい、5番のプレイヤーは発言してください。いや、今ダリーは、お前うるせえ、ちょっと使用します。今ダリーです。残念、僕占い師じゃないんだ。るだるいんでね、だる村人買いました僕。うっせえあ、気持ち悪いこいつら。あ、石、占い師いねえし。いや、ほんとだるい。何これ。占い師いねえし。占い師潜伏はだるい。だるいよ、ほんとよ。ふざけんなよ。何の村人にとって何の意味もねえぞ。避けるチーズの唐辛子味食ってるんだけど。もういいよ、だるいの乗っからなくて。見えねえ、これクソじゃん。じゃあ2番占い師やん。クソすぎるわ、これ。まあ、だるいんだよ。ちょっと。回したいかなと思います。あ、いや、その占い師が究極の重要なポジションなのに、まあ2番のあのピー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 いうやつはな、わざとだしな。どうだろう。どうだろうじゃねえよ、これ2番クソ村だよ。ないな、ダブすぎてよ。もう2番は何だ。で、まあこっからでも考察というか考え方として、5番はだから絶対に占い師じゃないんだよね。人狼でもないんだよ。だから分かるよ、5番もし人狼の立場だったら。これないんか、分かってないな。でもこれもすごいヒントなんだよ。5番はだから村人確定だよ。人狼だったら、そうそうそう、俺に黒打てばさ、5番さんもうほぼ勝ち確定で出ないんか。だから5番は絶対に人間なんで。そうなんだよ。だからそういうふうに、あ、お前いい考察してるわ。そういうこと。マジか、1234で出ないって感じか。そうなると、うん、そうなんだ。いやー、でも4番さんの2番さんのね、精査的確だったね。2番さんの寝息精査、寝てないけど頑張ってんだなーっていう感じだから、今日は2番釣りかな。発言ある方がやっぱ聞いてて面白いんだよね。で、2番さん、黒でいいんじゃないの。2番さん人狼じゃなかったら面白いこと言ってほしいかな。今の盤面5番さんが人狼だったら出るから、
うん、出ないとこから5番さん俺白で置いてる。そう同じだわ。2番さんの相方がどこにいるかってとこから、うん、2番さん行く。これがただのね村人が占い師が出てないからクソゲーだと思ってるやつは人狼の素人なんで。6番待てよ、2番さん寝言で占い師をしてただろ、把握漏れもすんなよマジで。はあ、なんだよ、しかも6番5番を白目で見るってそんなだるいことすんなよマジで。お前がだるいんだよ。はあ、まあとりあえず2番さんの寝言で占い師使用してたんで、まあ2番さん死んでいいんじゃない。はあ、でなんか3番さんがなんかもうやる気出してんじゃねえかよマジで。どうなんだよ3番。なんかクラスにいたらこいつが一番嫌いだわ僕。やる気なし、ね、同じクラスにいたらこいつが一番嫌い。4番さんなんか結構ハキハキしとうやん、なんなん。まあ2番さん占い使用してたんで自分は死んでみます、以上です。使用してねえだろ。はあ、やべ、コイン追加しようと思ったけど無理やったわ、だり。うわ、2番。ちなみにね、人狼者ってこういうやつばっかりだからね、現状今んとこ一番的確に信用できるのはやっぱ6番だな。まあ6番が人狼の可能性もあるけど、まあ簡単に言うと初日で釣られたら終わりなんだぜ。初日で村人が釣られたら僕が守らない限り終わりなんだよ。ちょっと待って、寝息今確認すっから。ああ、最後に寝息出してきたよ。今最後に出会ってきたもんな。いや、クソだな、お前。お前マジクソだな。お前がだから人狼じゃなかったら戦犯なんだからな。のプレイヤーは発言してください。あるいはちょっとね、さっき一瞬目喋りすぎてちょっと寿命が減った。うん、一番がなんか俺に問いかけてきたけど。チャット打つのめんどいから打たなかった。うん、だるいんだもん。あとさ、ちょっと今気づいたことね。占い師、潜伏っていうの出なかったよね。で、2番以外全員喋ってるじゃん。だるいけど。うん。喋って、2番だけ喋ってないってことは、2番が占い師なんじゃねって俺思ってんだけど。逆にそれでね、2番釣りでいいんじゃないって言ってたね。やる気のある6番。みんなにヘイトを向きさせようとしてた。6番、怪しいね。うん。俺2番占い師だと見てるよ。俺はな。うん。で、4、5でね、なんか占い師、実は占い師でしたとしても、俺はそれ死んでみないから。うん。ああ、お前、正しいこと言ってるわ。で、占い出てきたらそいつでいいかな。4番。いやー、これむずいっつうか、結局さ、その、2がさ、占い師だったら、もうほぼ負けなわけじゃん。どうしようもねえし。ここもうただの勘になるんだけど、でも5番は限りなく白いわ。 5番のところで占い師で出ない必要もないし、人狼だったら占い語ればその相当有利になるわけじゃん。そこで普通に村人なんだから6の言う通り5番は薄いぜ。で2番が占い師だったらっていうことになるわけよ。でここで票が割れたらもう終わりなわけじゃん。このターンで人狼を釣れなかったら、まあ、実質負けなんだから、ここかけるしかないんだけど、じゃあ、一番この中で僕がですね、釣りたいのは1なんだよ。なんとなく。なんか、人に乗っていてさ、ダーリーとか言ってさ、お前自分の主張持ってねえだろ？おめえみたいなやつ釣りたいんだよ。1で頼む、6、1釣ろうぜ。5番のプレイヤーは発言してください。いや、一釣りはだりーよ。だるくねえよ、おめえ。一釣りすると、いや、今んとこな。2は多分違うくて、いやー、もう直感、だるいんで考察しずに直感で3です。で、3以外、3とあと待ったと、あと1人おるんですけど、3と誰か。いやすると、カリウドがどっか守らないかんから。そうなんだよ。そりゃカリウドがだるいわ。だるいよ、当たり前だよ、おめえだるいんだよ。だるいわ。なんで、どこ行こうかな。ちょっとだるいんで、なんか、いや、1行こうぜ。押すのだるいんですよ。
まあ、票が分ければいいわ。投票しないかもしれません。ああ、いいよ、それで。手の嘘で押しますわ。だるいけど。はーい。いや、これ、もう2がね、占いしかないんだよ。だってこ、2週目で出てこねえんだから。ほらじゃないべ。2週目で出てこないってありえねえだろ。もう2しかないんだよ、そうなると、クソが。うわ。え ?1234。え、あ、1はヘイト向けてきたわけで、同票、まあ同票はいいよ。1番のプレイヤーは、なんだよ、2番発言してください。あー、だりいんだけど、マジで。お前がだるいわ。え、なに、4番が俺を叩いてきてんだけど、なんなん、だりいかやめてくれ、そういうの。まあ、俺、別に、どんな人狼でもいいんだよね、正味。ああ。僕はね、ちょっと4番が俺のこと叩いてきてだるかったんで、まあ、4番さん押しましたってどこかな。うん、だるいじゃねえんだよ。なんで俺釣りって。おかしいだろ。おかしくねえよ。お前が一番怪しいんだよ。まあ俺は変えねえよ、ダーリースケ。考えんのが。まあ俺は4番行くけどな。まあみんなまたバラバラになんじゃねえ。まあいいんじゃねえ。これバラバラになったら釣りなくなるからな、うん。とりあえず俺は4番行くよ。まあ見とけ。ここで。ああ、ゲブ出てもうた。サイダー飲んでたからよ。まあ、とりあえず4番行くな。以上。ああ、いいよ。2番。これ。のプレイヤーは発言してください。いや、こいつの話聞くのが鬱陶しいわ。お前また寝てんだろ？ゴミが。だーりーこれ。お前の時間、みんなの時間だぞ。おい。でもこっからもたくさんいろんな情報が出てきてる。僕はこんなに最低のメンツが集まっても、ちゃんと人狼としての考察を伸ばしてるんだよな。まあ見とけ。僕はね、クリティカルなね、提案してやるから。早くしろ、お前。3番のプレイヤーは発言してください。やる気出そうぜって言った6番。出すわけねえだろ。早死にするわ、ボケなす。ああ、喋りすぎてちょっと、ああ、疲れた。うん。でね、俺ね、思ったのは、本当に6がね、人狼に見えちゃうんだよね。俺もう2はもうね、占い師と見てるから。うん。だから、2釣り、ないんで、その、やつは分からないかな、6番。出てないってことね。うん。145で出ないっていうのはね、俺はもう志村だから、出ないっていうのは、うん、ないんじゃないかなってね。うん。で、唯一ね、喋ってない2番が占い師なんじゃないって俺は思ってん。そこまだ2に行くんだ。で、俺もね、5はね、俺もやっぱないと思った。だあるとしたら6164なんだよ。うん、理由はね、あと5秒か。あ、やべ、喋れない。お前伸ばすね。俺は6ずる。4番。よし。のプレイヤーは発言してください。いやー、村にとっていいことが起こったよ。これさ、まあ結果往来なんだよ。このまんま投票が決まらなければ、初日釣りの釣らす対象がなくなるわけじゃん。それ人狼にとってかなり不利な状況になるわけ。だからこれ票を動かすのやめようぜ。このまま同じ、前回と同じ人に投票すれば、釣りがなくなるわけよ。そうすれば、もう勝ちが近づくわけ。わかる？なあ。うん、だからそうしよう。前回と、あれこれできないの？そういうことって。理って何？詳しくわかんないか教えて。うん。同じ人に投票すれば大丈夫だよな、これ。あ、違ったっけ？うん。了解ね。うん。そう、そういうこと。で、ここで票を動かしたやつは人狼確定なわけだから。ここで票を動かしたやつが人狼確定。つまり、カリウドがもし、うまく守れれば、そいつが人狼だから次は絶対そいつ釣ろうぜ。それでなんとかワンチャンいける。よし。6番のプレイヤーは発言してください。3番さん、俺が2番さん叩いてるのやんで、これ2番さん占い師でも釣るよ。だって結果も残さない、投票もしないんだから、残ってても何のメリットもないでしょ。うん、だったらこれでラインある程度見て、14同時へないか。これね、とりあえず4番さん言っとくけど、俺ら投票権ないからね、5番さんだけだからね、入れられるの。あ、そうなん？ 2 番さんが5番さんに入れとけば全員綺麗に言われた。あ、これ5番さん入れたら人狼だよ、ほぼ。あ、5番さんがどっかに入れたらほぼ人狼。まあ、人狼にとって一番嫌なのは、これ神ない、あ、じゃねえや。神ない。あ、そうなんだ。釣られないのが一番、釣れないのが嫌だから、5番さんが投票したら5は人狼になっちゃう。オッケーオッケー。でも5は絶対人狼じゃないから。ね、白いんだけど。うん、3番さん俺行くっていうのは分かる。2番さん新浦でないで送ってるのも分かる。1番も言ってるけど。俺14だと思ったんじゃない？4番さん1番、あ、
あ、じゃねえか、2、4だと思ったんだよ。4番さん、2番さん行かないで1区行った、行くって言ったから。あー、5か。いや、5じゃねえよ。5じゃねえよ。5は村だよ、これ。5は村だよ。このポジションで出てこないことありえないから。投票を始めてください。で、狼が、神崎が、入れんなよ、お前。4番のプレイヤーを選ばれました。おい、アホか、お前。何やってんの、お前。4番のプレイヤーは発言してください。何やってんだよ、お前。お前、村人なの分かってんだけど、何やってんの。終わりじゃん、これで。初日に人狼連れなきゃもう終わりなんだよ。この夜に噛まれて終わりなんだよ。この夜に噛まれて狩人が守れなければ終わりなの。わかる？だからもうアウトなんだよ。こんなクソプレイをした時点で。噛まないでつったじゃん、だから。誰も。つまり5が人狼ね、とりあえず。だから狩人がもし、守れたら、もしかしたら続くかもしんないけど、もうこの時点でダメだわ。何やってんの？なんで今4、ここ来たの？やばいよ、お前だるいな、ほんと。ほんとかわいそうだな。せっかくこっちは信じてやってんのにさ、そこのポジションで出てこないってことは人狼ないから村人だからとりあえず安心かなと思ったら。何やってんだよ、ほんと。夜が来ました。目を閉じてください。僕はカリウドだからこれ勝ちないんだって。僕カリウドなんだから。カリウドがここで守れたら 2-2 の状況じゃなくなるから、もう 100% 負けなの、これ。しょうもな。まあここですぐ結果見えれるから大丈夫大丈夫。誰が人狼だったか見えるから。多分2は占いが確定だから、僕の予想だと1が確定で1、4か1、3だと思ってるよ。昨夜死んだのは1、3、ね、で終わりだから、ゲーム終了。1、5か。あ、やっぱ5だったんだわ。あ、5だったんかい。おい、5だったんかい。そりゃそうだよな、噛むよな。しょうもな。なんで5出ねえんだよ。あー、くっそ。くっそ。なんで5なんだよ、お前。お前出ろよ、そしたら占い師、あんなチャンスで。5だったんかい、お前。出てこい、2番このクソ野郎。ローディングしてる。あだり、こんなこともできんのかよ。なんだこれ、音楽。なんなのこれ、なんで振ってんの。誰がやったんだよ。誰がやったんだよ。誰がやったんだよ。5番ナイスじゃん。よくあそこで人狼で出てこなかったな。じゃあ帰る。だってなんか1番と占い潜伏で行きましょうって言われたんで。占い潜伏ってなんだよそれ。なんで占い潜伏ってそれ。まあ2番が出てたら明らかに3分の2でリスクあったけど、2番なんだこれ、チーミングかこれ。違うの？よし、腕鳴らしは完了。これで人狼とりあえず思い出した。いやーでもうまかったな。5番のやつが人狼なのにあそこ出なかった。まあうまいっつうか下手だったっつうか、たまたまその夜の話し合いで人狼出ないでいこうって言ったのが功を奏したな。僕みたいなプロから見たら5番の状況だったらさ、行かないといけないところだから。まあ僕も6番もさ、5番は大丈夫だって言っちゃっただろ。いや、だるいやつばっかりだよ、基本。人狼殺にいるようなやつが、よく考えてみんな。こんな時間に人狼殺やってるようなやつが、まともな人間のはずないだろ。しかも、何千百試合とかやってんだぜ。このゲームに生きがいを感じてんだぜ。だって僕はそもそもちょっとしかやってないじゃん。動画になるからっていうのも、加味して、ギリギリやれるかやれないかレベルだからさ。